6月28日土曜日、北勢町の豊城小学校で126人の全校生徒が三重や愛知、岐阜県の限られた川の上流にしか生息していない国指定天然記念物のネコギギについて学びました。この学習会はネコギギの生息調査や飼育、そして繁殖を行っているいなべ市教育委員会生涯学習課の天然記念物保護担当者を講師に毎年行われていて、今回で7回目です。この日は近い将来絶滅する危険性があると言われているいなべ川水系のネコギギを保護するため、平成18年からいなべ市が取り組んでいる活動内容が伝えられ、人工的に増やす取り組みなどを学びました。生きたカワムシを捕まえてネコギギの餌にしたり、水槽の温度を自然界に近づけたりした結果、見事ネコギギに赤ちゃんが生まれ、去年初めて繁殖に成功した経緯も紹介されました。1年で5センチメートルほどに成長したネコギギの稚魚を見た児童は、元気なネコギギの子供を見ることができて嬉しいです。今日の学習会で生まれた瞬間から尾を振り続けることを知り、生命力を感じました。これからどんどんネコギギが増えてほしいので、自分たちも地域の川の環境を守るために川を汚さない努力をしていきたいですと話していました。豊城小学校の菅井芽子校長は、児童たちには地域の川やネコギギについてしっかり学んでもらい、川をきれいにすることの大切さを家族や地域の人にも発信してもらいたいと話していました。去年初めて54匹のネコギギの繁殖に成功したいなべ市。これからも安定的な産卵や孵化の技術の確立を目指していきます。